学校法人関西学院は、兵庫県西宮市上ヶ原に本部を構える学校法人である。通称、漢学。日本有数の美しいキャンパスと11学部、13研究科からなる総合大学の関西学院大学をはじめ、清和短期大学、高等部、中学部、初等部、幼稚園、インターナショナルスクールを備えた総合学園である。 創立は1889年9月28日で、関西学院は西日本を代表する学校法人の一つである。学院の創立は1889年9月28日である。米国の有力なプロテスタント系キリスト教教団である南メソジスト監督協会から派遣された宣教師 W.R. ランバスがパルモア学院を母体として、 神戸市郊外、原田の森に小さな神学校と中学を開設したことに始まる。こうした歴史的経緯からも、関西学院では開校以来、キリスト教教育を重視するとともに、進学部を有する数少ない高等教育機関として、優秀なプロテスタント系指導者を多数輩出する、重要な役割を担っている。関西学院大学は、現在、進学部、 文学部、社会学部、法学部、経済学部、小学部、人間福祉学部、教育学部、理工学部、総合政策学部、国際学部の11学部からなり、それぞれの学部がその歴史と伝統に応じた研究と教育に携わっている。詳細は、関西学院大学を参照のこと。また、関西学院には、高等部、中学部が置かれている。 これらの中高からは、大学まで、ほぼ全入制で進学できるため、目先の受験勉強にとらわれない自律的な学習と、文化、スポーツ活動が可能となっている。特筆すべき点としては、高等部の前身が申請での、大学教養部相当の教育機関であったこと、中学部では、イギリスのパブリックスクールを反としたスパルタ教育が行われていることが挙げられる。さらに、 関西学院は2010年4月に学校法人千里国際学園と合併した。これにより関西学院は千里国際学園の運営を引き継ぎ千里国際学園中東部高等部を関西学院千里国際中東部高等部と解消し大阪インターナショナルスクールを関西学院大阪インターナショナルスクールと解消した。このにも関西学院には 初等部をはじめ2009年に合併した学校法人、清和大学が母体の関西学院幼稚園、さらに関西学院、清和短期大学がそれぞれ置かれている。関西学院は現在、西宮上ヶ原キャンパス、西宮清和キャンパス、大阪梅田キャンパス、東京丸の内キャンパス、神戸三田キャンパス、宝塚キャンパス、 千里国際キャンパスに機能を分散させて、幼稚園から大学院までを運営している。これらのキャンパスのうち、大阪、梅田と東京、丸の内の両キャンパスは、高層ビルの数室を利用したものである。千里国際キャンパスは、近代建築である。他の4キャンパスは、ほぼ、スパニッシュミッションスタイルで統一された、美しい建物と広い敷地から成り立っている。 とりわけ、西の宮上ヶ原キャンパスには、国の登録有形文化財の時計台をはじめ、著名な建築家であったウィリアム・メデル・ボーリズの作品が、多数残存し、また、約240種、約4万9千本に上る膨大な樹木が、繁茂するなど、日本の大学というよりは、スタンフォード大学に代表される、米国南西部の大学を思い起こさせる雰囲気があり、 日本屈指の美しいキャンパスとして知られている。学院本部胸空の翼風に思う空の翼、輝く自由マスタリーフォーサービス生命ここに道あり、我が丘関西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 ,関西学院ポプラは、羽ばたく、いざ響けが東風光力若きは力ぞ、いざいざいざ上が原古えいざ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 、上が原古え財団法人関西学院月23日。 学校法人関西学院詳細は関西学院大学を参照のこと。1950年から1958年まで設置されていた短期大学は関西学院短期大学を参照のこと。また2009年4月、学校法人、清和大学の法人合併に伴い清和大学短期大学部を清和短期大学と改称して運営している。詳細は 関西学院高等部を参照のこと。スパルタ式の中学部とは違い、高等部は自由教育を胸としている。高校からの入学はかなりの難関だが、20名弱の例外を除いて、そのまま大学に進学する生徒が多い。授業内容は受験的な暗記ではなく、なぜそうなったかを考えさせる式のもの。高等部の前身が大学予科であったためか、 第3学年度には大学レベルの授業が行われ、読、仏語経済学、法学、心理学などが選択可能。論文も必修。英語教育に特に熱心。クラブ活動では、旧成時代からの伝統で、柔道、アメリカンフットボール、ラグビーなどが強い。野球は、旧成時代に春夏一回ずつの優勝経験があるが、 戦後は低迷時期が続いていた。近年はスポーツ推薦を実施、リトルリーグから多くの部員を集めた結果、1998年に63年ぶりの選抜出場を果たして以来、兵庫県内でも有力校の一つとなり、2009年には全国高等学校野球選手権大会の兵庫大会で優勝し、70年ぶりに甲子園出場を決めた。 長く男子校であったが、初等部からの生徒が進級してきた2015年度から、教学化された。他にも、学校法人千里国際学園の合併に伴い、2010年4月より、大阪府見直しの千里国際キャンパスに、関西学院千里国際高等部を開設している。詳細は、関西学院中学部を参照のこと。 半身間の裕福な指定の中学として知られている。また、かなりのスパルタ教育が行われている。入学して、すぐのキャンプで行われるメチャビーと呼ばれる、ドロンコラグビーが有名。戦後初代中高部長だった、矢内昌一の方針により、イギリスのパブリックスクールに反を取ったエリート教育を、胸としている。そのため、文部領道が強調される。 クラブ活動としては、タッチフットボール、ラグビー、テニス、サッカーが競合として知られる。長く男子校であったが、初等部からの生徒が進級してきた2012年度から、驚愕化された。他にも、学校法人千里国際学園の合併に伴い、2010年4月より、大阪府見直しの千里国際キャンパスに、関西学院千里国際中等部を設置している。 学校法人千里国際学園の合併に伴い、2010年4月より、大阪府見直しの千里国際キャンパスに、関西学院大阪インターナショナルスクールを設置している。詳細は、関西学院初等部を参照のこと。2008年4月開校。男女共学。卒業時には、中学部への進学が可能である。英語教育を、小学生から行っている。 校舎は宝塚キャンパスに建築された。2009年4月、学校法人、清和大学の法人合併に伴い、清和大学附属清和幼稚園を清和幼稚園に改称2016年4月に関西学院幼稚園に改称アメリカンフットボール部の関西学院大学ファイターズは34年連続リーグ優勝。 リーグ戦145連勝、33年連続甲子園、ボール出場、5年連続甲子園ボール優勝など、屈指の競合として知られている。しかし、近年では、京都大学、立命館大学、関西大学などの実力が白昼しつつあり、西日本では、人気の高いカレッジスポーツとなっている。他には、ラグビー部、サッカー部、硬式野球部、 シアリーディング、部などが検討している。学院の100年を超える歴史は、1889年に、アメリカ南メソジスト監督協会から派遣された、宣教師 W.R. ランバスが、パルモア学院を母体として、神戸の原田の森に神学校を併設した、小さな旧正中学を設立したことに始まる。ちなみに、この、南メソジスト協会という名称は、 米国のメソジスト教会が南北戦争時代に相分かれて戦った時の名残である。ランバスは中国の上海で生まれ、その後米国で進学と医学を収めた宣教師活医師であった。この時設立されたのが英名をウエストジャパンカレッジと言い,い、和名では関西学院である。法人名の関西を関西ではなく関西と読むのは ミッション系の学園として、もともと仏教教典の音であった語音を嫌い、漢音を用いたためであるという説がある。ただし、明治期には特に若者の間で、新漢語など、新しい概念の単語に使われるようになった漢音を、あえて使う風潮があり、それに合わせただけという説を、関西学院自身は採用している。ランバスは、 関西学院の創立者であり、生みの親ではあった。ただ、彼は、学院創立2年後の1891年には、帰国しているので、育ての親とは言えないかもしれない。そして、この文字通りの育ての親と言えるのが、後の、第四代委員長として1910年に、カナダメソジスト協会から赴任した、CJL ベイツである。CJL ベイツは、 それまでの学院が、米国南メソジスト協会単独での経営であったのに対し、カナダ、日本両メソジスト協会との三者共同経営に変わったのを受けて、カナダを代表する形で赴任した人である。前任者の米人ニュートンが、南軍の元将校であり、スポーツを良くしない者が、牧師になることを嫌ったというくらい有望な委員長であったのに対し、ベーツは、 牧師一家の出であったこともあり、その誠実で柔和な人柄が長く慕われたようである。スクールモッドオーマスタリー4サービスも彼の提唱による。関西学院での在職期間は30年以上にも及び、この間に上ヶ原移転、大学の設置など、学院の骨格にあたる部分が作られており、まだ少年期にあった感覚を青年期へと導いた人物といえる。 太平洋戦争の勃発とともに、関西学院も時代の波に揉まれていく。戦前は、常時12人もいた外国人宣教師たちもすべて帰国することになった。1941年には、漢学の母体であった日本メソジスト教会も政府の意向を受けて結成された日本キリスト教団に合流する。この時代、日本のキリスト者は多宗教者にも増して、 国策に協力する姿勢が目立ったようである。戦後も随分と経ってから日本キリスト教団はこれを間違いであったとしたが、欧米でもキリスト教会は概ね右派であり、反戦的な立場を取ることは非常に稀である。むしろ、米人たちが日本に撒いたからしの種は、教団としては正常に発育したと言うべきかもしれない。戦争終結とともに、 学院側の要請を受けて、再び、米国、カナダから選挙師たちが再来日したが、彼らには、かなりの戸惑いがあったようである。それは、学院の実験がすでに第5代神崎基地委員長の手に握られており、外国人教師たちは、その指示の下で教育に当たらねばならなかったからである。つまり、対戦という外因を契機にしながらも、 関西学院がもはや子供ではなく、立派な青年に達していることを認めざるを得なかったのだ。戦後の歴代委員長の時代には、学院は、小学部、社会学部、理学部とや次早に進学部を開設し、文字通りの総合大学へと成長していく。そして、学園紛争を挟んで、1975年に第11代委員長に就任したのが、 久山康新町である。この時代は、一地方大学に過ぎなかった感覚が、全国的にも知名度を増していった時期でもある。社会背景的には、バブル経済前夜であり、豪華な新学生会館の建設など、他大学との設備面での競争も行われた。しかし一方で、レジャー志向の学生にターゲットを定めた路線は、内部出身者の多い教職員からは、 学問形式として反発も強かった。関西学院が創立100周年を1年後に控え、本来ならお祝いムード一式となるはずの1988年、学院は揺れに揺れた。ついに、久山院長体制に対する教職員の長年の不満が大学騒動として爆発したのである。この内紛については、新聞にもたびたび報道された通り、 神戸三田キャンパス用地の購入を進めていた理事会に対し、これを不要とする大学側が対立したものである。結果としては、翌1989年3月に委員長と学長がそれぞれ退陣するという形になり、学院組織の改革が行われた。平成に入ってからは、阪神地方を襲った大震災など、何かと暗い話題が多く、 関西経済全体が活気を失い、明治時代に創立され、100周年を祝った、関西学院も中年期を迎えつつあった。阪神、淡路大震災の起きた1995年、神戸三田キャンパスに総合政策学部を開設。2004年に、放課大学院。2008年に、関西学院諸島部を、兵庫県宝塚市に開設。2009年には、 学校法人、清和大学を法人合併して、清和大学短期大学部を、清和短期大学に、清和大学附属清和幼稚園を、清和幼稚園に改称し、同時に、関西学院大学教育学部及び、同教育学研究科を、西宮清和キャンパスに開設。これにより、関西学院では、幼稚園から大学院までの一貫教育体制が、整うことになった。 また、2010年には、大学に、国際学部を設置するとともに、学校法人千里国際学園を合併し、それは、学校法人関西学院千里国際キャンパスとして、生まれ変わった。こうして、関西学院は、遅まきながらも改革に取り組む姿勢を鮮明にし、一時期の停滞期を脱しつつあると言えよう。関西学院が、今後、 1950年代後半から1980年代初めの輝かしい時代の再来を迎えるかどうかが注目されるところである。関西学院大学に記載の内容は主要なものを除いて省略した。ランバス関係姉妹校一覧。ありがとうございます。